皆様こんにちは。ご紹介に預かりました東京会場の永村です。今日は気候変動の物理的リスクにフォーカスしたシンポジウムでお話しいただく機会をいただきまして大変光栄に存じます。こうした貴重な機会をオファーいただいた国立環境研究所さん、また環境省さんをはじめとする関係省庁の皆様に感謝を申し上げます。私の方からは気候関連財務情報開示タスクフォース、通称 TCFD をはじめ、気候変動に関係する国際的な論議へ関わってきた経験をもとに、気候変動の物理的リスクの開示に取り組む意義について、オーディエンスの皆様に少しでも参考となるようなお話をお届けできるよう努めますので、よろしくお付き合いください。よろしくお願いします。それでは次へお願いします。まずは気候変動に関する政府間パネル IPCC の第二作業部会が今年2月に発表した気候変動への適応に関する報告書に注目したいと思います。この中で気候リスク開示についても言及がされておりまして、政策と法的枠組み、行動インセンティブとともに適応行動を強化する手段として開示が認識されていることを踏まえておきたいと思います。気候変動物理的リスクへの対応は、その多くが気候変動適応策アダプテーションに分類されますが、これまでは気候変動対策というと温室効果ガスの排出削減を促す緩和策ミティゲーションの方へ社会の注目が集中していたように思います。以前は緩和策を推進することこそが優先されるべきで、適応策を論じること自体がはばかられるような空気があったとも聞きます。また緩和が国際的な協調を不可欠とするのに対して、適応は地域特化型の対応を求められることから、国際的な論議のテーブルに乗りにくかったという側面もあるかもしれません。しかしながら最近では世界各地で極端事象が相次いだこともあって、物理的リスクへの対応、すなわち適応策を講じることへの関心が高まっていることは明らかです。来月11月7日からエジプトのシャルメールシェイクにて COP27 が開幕しますけれども、今年の COP 会合では従来以上に気候変動適応策の論議の進展が期待されています。次いきます。この場では TCFD そのものについてのお話に時間を割くことはできませんが、 TCFD にあまり馴染みのない方々のために概要だけをお示しするならば、ご覧の通り気候関連リスク及び機会についてガバナンス、戦略、リスク管理及び指標と目標の4つの柱に基づいて投資家の投資判断に資する情報開示を企業や金融機関に促す枠組みとなっています。特に昨年来、我が国で TCFD への注目度が高まった背景には、コーポレートガバナンスコードの改定があります。プライム市場に上場している企業には、TCFD またはそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変動開示を行うことが要件に加わりました。TCFD は企業の情報開示の枠組みではありますが、企業経営上、本質的に大事なことは、気候変動がもたらすさまざまなリスクや機会を経営の幹で捉え、戦略策定やリスク管理に反映させていくことであります。次へいきます。TCFD の提言が公表されたのは2017年7月でした。それ以来、TCFD 提言に基づく開示の実践が促されてきました。企業社会における気候変動に対する意識が高まったことは歓迎すべき進展といえますが、開示情報を読む側の投資家にしてみれば、必ずしも満足できるレベルの開示がされてきたとは言えません。投資家が最も欲しがっている情報は、気候変動がもたらすリスクや機会が企業財務にどのようなインパクトを与えるかについてでありますが、そうした開示になっていないことに対し投資家から不満が寄せられていました。そこで TCFD としては、より比較可能性を高めつつ、投資家が求める財務インパクトの開示を促すにはどうすべきかを念頭において、推奨する指標について再整理を行い、昨年の今頃に公表しました。その概要はご覧の通りです。
この図の左側にありますように、気候関連財務インパクトを導くために有効と考えられる7種類の指標を挙げています。世の中で一番脚光を浴びたのは、1点目の温室効果ガス排出量の把握についてであったわけですが、今日のテーマに直結するのは、赤枠で囲った物理的リスクにさらされている資産及びまたは事業、投資、融資活動の割合という点にあります。次へ参ります。この物理的リスクの指標をもう少し具体的に分析したのがこちらになります。100年に一度再起する確率のある洪水地帯に、金融機関であればどれぐらいの住宅ローンを提供しているか、あるいは事業会社であれば、十分な排水処理設備を、処理能力を備えているかを示すことが、投資家として投資先のリスク判断を行う上で重要な情報となります。次に出てくる水ストレスというのは、水資源が枯渇するリスクのことですので、特に海外で水資源への依存度が高い事業活動を営んでおられる場合などは重要な情報ということになるわけです。次へ参ります。先ほどご紹介しました TCFD の推奨開示指標の改定に合わせまして、これに関するガイダンス文書も合わせて公表しております。TCFD コンソーシアムのウェブサイトにその和訳も掲載されていますので、ぜひ活用いただいたらよろしいかと思いますが、今ご覧いただいているのはその中で紹介されている開示例です。あらかじめお断りしておきますと、TCFD が例示している開示の実例は、必ずしもベストプラクティスとは言っていません。あくまでもこういうアプローチもあるという気づきを与えるために示しているものですので、これを出せば万全というわけではない点、注意が必要です。ただ、投資家とより良いコミュニケーションを取る上での客層につながれば良いとの考え方から掲載しております。こちらの例は、フランスの公務員退職年金基金での物理的リスクに関する開示例です。この年金基金は、ポートフォリオの気候関連リスクの開示を積極的に進めてきたことで知られていますが、物理的リスクに起因する投資先における事業中断のリスクを意識しているとのことで、水ストレス、森林火災、洪水を含む7種類の物理的リスクを考慮した評価を行った結果をもとに、ご覧のとおり、紫色で示された当該年金基金のポートフォリオが、黄緑色で示されたベンチマークとの対比においてリスクが低いことを示しています。繰り返しになりますが、こうした示し方はあくまで一例です。我が国におきましては、メガバンクさんが実施されている物理的リスクの余震関係費用に与える影響に関して開示しておられ、国際的にも先進的な取り組みであると思います。また、卑近な例では、ここ1年ほどで、損害保険各社における物理的リスクの開示も進化をしてきています。このように、金融機関や投資家がどのようなリスク認識を持ち、どのような手法でリスク評価を行っているかを知ることは、自社の開示を行う上でヒントになると思われます。次へ参ります。こちらはご参考までにお付けしたものです。少し前のものになりますが、TCFD 提言が出された翌年の2018年に、欧州復興開発銀行が物理的リスク開示について考察したレポートを出しておりまして、こちらで紹介されているアプローチは参考になる点が多々あろうかと思います。物理的リスクをどのような手順で把握すべきかについて、ハザードの識別に始まり、どのような時間軸に対して、どういう評価手法が有効か、そして所在地や過去の気象災害のリサイクル、バリューチェーンについて続きます。フォワードルッキングな情報のところで、冗談でも登場する確率論的という言葉がありますが、これはこれまでのリサイクルにかかわらず、発生する可能性のあるあらゆる災害を考慮して評価する手法です。リスク管理については、事業継続プラン、BCP の備えを含む、レジリエンス体制等の状況が挙げられています。
このようにこのレポートは公表されてから年数は経ていますが、内容の鮮度はあまり失っていないように思われます。次へ参ります。以上、企業開示のレンズを通した物理的リスクの捉え方についてお話ししましたが、ここからは開示に対する社会的要求が今後どのように変わろうとしているかについて見てみたいと思います。ご覧いただいている図は文字が読みづらくて恐縮ですが、 TCFD の生みの親である金融安定理事会 FSB が昨年7月に公表した機構関連財務リスクへの取り組みに関するロードマップからの抜粋です。 FSB はいわば金融市場の番人でありまして、2008年に生じたリーマンショックのような国境をまたぐ金融市場の混乱をいかに未然に防ぐか、絶えず神経を尖らせています。その FSB として気候変動が金融市場の不安定化要因になりうるとの問題意識を持っていることが、こうした対策の整備を急ぐ背景にあるわけですが、 TCFD を設け、 TCFD に策定させた枠組みを通じて気候関連リスクの可視化を図るというのは、FSB が描く大きな構想の一環と言えます。この中で FSB として数年がかりであらゆる財務的リスクにおいて気候リスクが適切に配慮されている状態を築こうと考えていることが示されています。開示もこの中の重要な柱と位置づけられています。ちなみにここでは明示していませんが、昨年11月にIFRS 財団のもとに発足された国際サステナビリティ基準審議会 ISSB による気候関連をはじめとするサステナビリティ開示の修練および標準化に向けた段取りなども実はこの FSB のロードマップの中で示されています。このように気候関連に関して金融セクターにおける今後の展開を想定する上で FSB のロードマップは重要な羅針盤と言えるのではないかと見ております。次へ参ります。しかしながら一方で FSB では金融市場安定化の観点から気候関連リスクを評価する上でデータの入手可能性に課題があることも認識しています。こちらのスライドは先ほどご覧いただいたロードマップと同時に公表された FSB の資料からの抜粋ですが、その中で物理的リスクに関しては一貫性や精度に加えてサプライチェーンに潜在する物理的リスクについても問題意識を持っていることが伺われます。先ほども触れましたが、気候変動対策というと脱炭素化に向けた移行の過程で生じる移行リスクの方に関心が集中しがちですが、 FSB における論議を聞いていますと、物理的リスクの評価は移行リスクの評価以上に障壁ありと受け止められているという印象を受けます。ここでいう障壁の中でもとりわけ大きいのがデータの入手可能性と言えます。次へ参ります。こうした問題意識を持っているのは FSB だけではありません。 NGFS と呼ばれる気候変動リスクに係る金融当局のネットワークにおいても同様です。この NGFS は2017年12月、つまりTCFD 提言が公表されて間もなくの頃に世界中の中央銀行や金融監督当局の有志によって設立された組織でありまして、気候変動リスクが金融不安定化を生じるリスクとの認識のもとにどのような監督手法を導入すべきかについて議論を進めてきており、発足以来目覚ましいスピードで気候シナリオの開発など研究成果を世に示してきています。我が国からは金融庁さん、日本銀行さんも参加されるこの NGFS ですが、事業会社の皆様との直接的な接点は想定しにくいものの、銀行や保険会社にとっては、この NGFS が示す気候シナリオが、ゆくゆくは監督手段にも発展する可能性を秘めていることから、将来的には金融保険事業を左右しうる動向として大きな関心を持って見守っています。その NGFS が折しも先月、第3版となる気候シナリオを公表しました。この中で異なる気候シナリオに対し、急性物理的リスクのインパクトについても
新たなアプローチが導入されており、過去に発生した極端事象による損害をもとに、先ほども触れました確率論的な評価が可能となるモデリングを開発した点が注目されます。つまり、過去に発生した災害の事例のみならず、今後発生し得る災害のもたらすインパクトについても算出できるようになるということを意味します。言うまでもなく、こうしたデータを金融監督実務に落とし込むには慎重な吟味なり、フィジビリティスタディが求められることになりますので、明日から何かが変わるというものではありませんが、こうした動きが金融セクターで帯同していることは知っておいて決して損はないと思います。そしてこのような動きをもとに、金融機関サイドにおいて物理的リスクを評価するためのより流度の高いデータに対するニーズが高まってくることも予想されます。次へ参ります。ここまで TCFD およびその親組織である FSB、さらには NGFS での動きをご紹介し、物理的リスクの適切な評価に向けた努力が講じられていることについてお伝えしました。どちらかといえば TCFD のメンバーとして見えることをお話してきたわけですが、ここから先は一損害保険会社の立場として気候物理的リスクをどのように評価しているか、またそうした立場を通じて先ほどの TCFD や FSB の期待にどう応えていくべきか、お伝えしてみたいと思います。日本をベースとする損害保険会社として、気候変動が台風の発生パターンにどう影響するかは大きな関心事でありまして、2007年以来、かつて木本理事長がおられました東京大学大気海洋研究所さんと、私どものシンクタンクである東京海上研究所が共同研究をさせていただいております。研究内容としましては、モンテカルロ法による台風モデルを構築して、地球温暖化に伴う台風の将来予測を調査・分析するというもので、これまでに温暖化に伴って台風強度が強くなることや、台風が最低気圧を示す緯度が北上することなど、IPCC 報告書と整合的な結果を得ています。この研究では、日本もデータを提供した CNIP5 のモデルのデータを入力した結果を得ていますが、現在は IPCC の第6次評価報告書に貢献した最新のデータセットである CNIP6 を用いて、温暖化シナリオごとの台風の将来変化の調査を実施しているためであります。次へ参ります。データセットを用いた物理的リスク分析のもう一つの例として、今度は名古屋大学、京都大学と行っている共同研究についても概略をご紹介します。こちらはアンサンブル気候予測データベースである D4PDF を使用して、タイのチャオプラヤ川について、数千パターンの降水データに基づく確率論的な水害リスク評価により、年最大流量の将来予測を行っているものであります。河川の氾濫リスクは地域特性が高いためにモデル化するのが難しいと言われていますが、過去に実施した日本国内の荒川、庄内川、淀川の流域を対象として構築した降雨流出モデルによる流量の将来変化の予測をもとに、モデルをカスタマイズして我が国とは流域特性が大きく異なる河川にも対応できるようにしたものです。ここで強調しておきたいのは、これらの研究を叶えられたのは D4PDF という優れたデータベースがあったからこそという点です。先ほど言及しました FSB が持つ問題意識に戻りますけれども、FSB との意見交換を通じて分かってきたことが、多くの国々において物理的リスクのデータセットが不足していることで、このことが適切なリスク評価の障害とされています。その点に関し、総じて我が国の気候物理的リスクのデータ整備並びにそれらの入手可能性は世界的にも先行しているのではないかとの印象を受けております。問題はそのことがどれだけ産業界のユーザーに周知され、またユーザーにとって使いやすい状況になっているかということかと思います。多くの企業にとって有用性の高いデータのより広範な活用に向け、この後のパートでも論議を深められたら良いと思う次第です。それでは最後のスライドに参ります。
これまでルール話してまいりましたが、こちらの方で私自身としてこの物理的、気候物理的リスクへの対応を進めていくことの意義について思うところをまとめさせていただいております。こちら時間の関係もありますので読み上げませんけれども、今まで申し上げてきたところをまとめております。以上をもちまして大変拙い内容ではありましたけれども、私からのお話とさせていただきます。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。